あとなんか変わった点は、隣のシートが純正シートやったよね、うん、今までの、うん、幅狭くないこれ。幅狭くなってます。腰回りがキュッとこう締まってるんですよ。そうそうそう、ちょっと 深い感じでね、うん、でちょっと荷物をあの横助手席の方にでも乗っけてもらって、なんか綺麗から汚してもいい、ごめんね。あ、大丈夫大丈夫、何はともあれちょっとね、あの乗ってみましょうよ。何これ、ちょっと待って、ちょっと待って、痛い、あ、抜けへん、見えへん、こんなちょっとこれ無理、運転できへん。どないなりました。いやもうなんかあのね、ロックされてる感じ、ロックされてる感じ。大きめサイズってのあるんですよ。 あるんですか。お、あるんですよ。これ小さめ買ったんですか。これがちょっとあのカッコつけよう思って、あのちょっとスリムな方をこう買ってしまいまして。値段ケチったわけではない。値段ケチったわけじゃない、もうあのこれが欲しいって。あ、ね、うん、その時は入ったんね。まあ、僕の中では入ってましたけど、みんな周りはみんな刺さってるっていう挟まってるって言ってましたけどね、はい、抜けんなった、ね、あの時から入ってないよねそうやね、うん、せーの、あらほしませる、はい、アラホーシマーセルです、今日はね、ちょっと、会社に疲れを感じておりまして、有給休暇を取りました。まあね、平日、土日、祝日関係なしの、あの農家の子には全くこの、曜日感覚はないかと思うんですけれども、私あの仕事の電話が、何件も、抱えつつ、この収録に臨んでおります。あ、もちろんあの、その対応はね、あのし終えたところであの、撮影を再開したわけなんですけど、まあちょっと見てください。こちらね、あの白バラの牛乳ロールということで、これをね、いただこうかなというふうに思っております。で、これ見えますかね、スバルのですね、ちょっと、これこのままこう持ってちょっと農家助手さん、ちょっとカメラの前までちょっと見せてもらっていいですか。見えますか。じゃーん、はい、ね、これスバルのコーヒーカップ、それからスプーンとかね、このスプーンの表面面白いんですよ。表面がねきちんとね、このスバルの星のマーク映ってるんかな、はい、なってるんで、これこだわりなんですよね。ということで、大山をバックに、そして、我が愛車あの VAB、F 型ですね、こちらも映しつつ、こちらね、ちょっと、3時のティータイムということで、いただけますか。細かいことはいいじゃないですか、正確には細かいこと開きます。今何時ですか。14時18分ですね。まあいいとこですね。はい。ということでね、コーヒー冷めてまいりますか。あ、はい。ちょっといただきますか。じゃあ、ね、どうも。お疲れ様でした。コーヒーで乾杯初めてですね。ちょっとね、気温もちょっと低めで、このねあったかいコーヒーが、体を温めてくれますね。はい。
そこまで寒ないですよ。まだ。え、会話ありませんやん。今ね、やはりね、この仕事のストレス、今ね、十分にこう癒されたこのコーヒー一杯、このね、感覚がね、今ね、休めてるなと。ちょっと今リフレッシュしてます。はい、しばらくお待ちください。その間なんか喋っといて。いやいや、私食べたいし。食べたいし。あ、行きますか。用冷蔵やから早食べへんから。早行きましょう。ね。いただきます。本当はね、プリンもうええでしょ。いや、まあ、ながらで。あ、ながらで。じゃあもう食べますよ。はいはい、どうぞ。はい。まあ、どうぞ。本当は、どうぞどうぞ。わしが払ったんや。わしが払ったんや。違う違う、これ私。嘘つきました。ごめん、ああいうたこういうね、と久しぶりに聞きました ね, ね、そうですね、僕らの年代しかわからないかもしれないですけどね、はい、でも彼これ20年ぐらい経ちますからね。ですね、はい、上品に器用な人みたいだね。こういう感じです。さっきこっちカメラの前に映り込みましたね、すいません。でこういう感じでいただきますよ。はい、いやー、そんなにね、寒くなくて良かったですね。はい、大山も最初美味しいです、はい、マイベースですね、相変わらず、はいはい、大山もちょっとね、雲がかかってたんですけど、今ね、はっきり見えていいですね、はい、ちょっと風がね正面から吹いてくるんですけど、牧場の川ですかね。ね、視聴者の方は匂いは感じないんですよ。ね、言っていい話とな、ね、黙っとく話があるんで。はい。これいつもの、いつもの空気ちゃいますの。いやいや。あ、別に牧場やってるわけじゃないもんね。そうそう、一瞬考えましたけど、ね、でも肥料とかいるやん。あ、そうね、うん、肥料とかはいるんですね。まあね、ちょっとね、アラフォー氏、またこんなん食べて言うてね、視聴者の方にまた突っ込まれそうなんですけど、ちょっと体重がね、腰痛になって、で復活して、で、まあ、コロナの関係もあって、ちょっとやっぱりリバウンド少ししてるんですよ。で、また半分食べましょうか。いいですか。また戻そうとね、してるんですけど、まあそんな中でね、車のね、行く道中でちょっとそんな話になりまして、まあこんな体でね、バケットシートをね、その話したじゃないですか。もう身の丈に合うた車をね、僕は買うたんやと、うんうん、ほなサイズに合うたバケットシート買え言うてね。そうそう、ツッコミよかったね、うん、いや、バケットシートサイズあるんですか。大きめサイズってのあるんですよ。 あるんですか。あるんですよ。これ小さめ買ったんですか。これがちょっとカッコつけよう思て、ちょっとスリムな方を買ってしまいまして、値段ケチったわけではない、ね、値段ケチったわけじゃない、もうこれが欲しい。あ、ね、うん、その時は入ったよね。まあ僕の中では入ってましたけど、みんな周りはみんな刺さってるっていう挟まってるって言ってましたけどね、はい、抜けるんだった、うん、あの時から入ってないよね。そうやね、うん、そう、まあね、なんとか痩せてね、
この、まあ、骨盤をねどうのこうのするのは難しいかもしれないんですけど、まあとにかくね頑張ってレカロシート、もう一回バケットシートを入れますよ。ですか？入れます入れます。乗れませんやん私。あ？乗れませんやん。あのねバケットシートをはめて、調整はしたけど、バケットシートでの運転は農家女子さんまだなんですよ。え、だから無理ですよ。絶対楽しいから。いやいやいや体動かへんから。それ嫌ですよ、うん、自由奪われるわけですよ。いや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 車と一体感になれる。え、そんなにええですわ。分からん、分からんかな、うん、いやいや、今日ドライブしてても車と一体感なんて、もう少しドアから出そうになりました。遠心力。そんなありました。ありました、ありました。撮影してるからも、ね、黙ってこらえてたけど、ちょっとツーリングでちょっとねちょっと運転しただけなんですよ。それウェー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 言うてウェーウェー言うてやこえ言うて、そら無茶しますわ。そんな道は思ってなかったから、ドライブやいて連れてこられて、うん、峠攻めてましたよ。攻めてない、攻めてない。あ、攻めてないんですか。うん、ほんまですか。うん、やっぱり平日いいですね、うん、車の量が少ないんでいいですよ。完食いたしました。あのね、何にしてもいつも早いよね。これね、味わわないと。今まで YouTube 動画の、中で今までやりたいことをずっと考えてまして、自分が実際に運転してる、外観ですね、その車が走ってるその動画を撮りたくて、実はドライブに行こうと言いつつ、撮影のアシスタントとして、ちょっと強制的に連行したということを。え？ギャラ出るんですか？ギャラは、はい。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォロー、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。